い、どうもピッチピッチーなテクタンです。ドラゴンクエスト3実況プレイパート15の頭かパート15の途中になっていると思います。よろしくお願いします。さて、ここダーマ神殿から始めてるんやけど、まだ神田田さんにね挑むんちょっと心配しまくりんぐなんで、あ、キャットバット、猫おもりっていうやつやろ、いわゆる。はい、初見さんやん。初見さんいらっしゃい。おおおお。あ、やったやった、意外と倒せるやないかーい。倒せるやないかーい。よし、いいえ、えい。オッケー。アイちゃん、そろそろちょっとガーターベルトつけとく？ちょっとお色気まんまね、なっちゃう？よし、いいでしょう。ということで、この名前の知らない名もなき塔に、名前はあると思うけど行きます。いえ、え、オッケー。お金も、ちょいちょい、集まって、いい感じ。塔、めっちゃな、これさ、並べ方おかしくない？この像、全部下の方向向いとるんやけど。さあ、ここの敵は何がおる？あー、一緒や、外と。いえ、え、結構仲間呼んだわー。なんか、多分群れをなす、そういうタイプなんやろうな。ツレションとかしたいタイプ？あれ、平時レベル上がるん早っ。4。まあまあまあ、いいのでは？はい。あ、あ、あ、女、可愛い女。あー、あ、あ、あ、ウッドペッカーみたいなやつ。どうしよう。とりあえず、愛ちゃん、コナン君でこれ群れ叩いといて、お、くちばし。なんかもう、くちばし。だけの問題じゃない気がするよね、もうこうなったら。あ、よかったよ、わかった。これで、愛ちゃんのパシーンで。よし、オッケー。愛ちゃん上がる？はい、上がらない、まだでした。かわいい女。人生は、悟りと救いを求める巡礼の旅。ガルナの塔へ、ようこそ。あ、そんな名前なんやな、ガルナの塔ね。オッケー、覚えた。もう一生忘れへん。ほんまやで、一生忘れへんから。また3日後に聞いて。あの塔、名前なんて言うの？はい、ゴリラ。いえ、えい。上がるのでは？上がらない。私の計算はいろいろ間違えているようである。回復しましょう。回復しましょう。ラララら回復。ラララ回復。これなぁ、道が結構なぁ、覚えてへんねんなぁ。なんか綱渡りしたことだけ覚えてるんやけど。いえ、え、オッケー。やった、上がった、よし。ヒッピーと MP も結構上がって、お、素早さだいぶ上がってる。それで、また、星ウルフでは、腕輪をつけると、素早さが、めっちゃ上がって、守備力も、めっちゃ上がってるんじゃない？守備力136やって、すげえ！すげえ！守備力136やで、もうカチンコーチンやん。いや、この階段から登っていこう。だいたいこういう変なところにある階段こそが、真実の階段。あれ？そんな早く見つけれたっけ？真ん中の方で落ちればよかったよね。いえ、え、オッケー。オッケー！次に進もうぜ。あ、もうちょい右か。わかりました。とりあえず一番右まで行ってみる？あれ？下手くそか。え？なんで？なんでなんで？どういうこと？さっき渡っとったよな。ん？あ、ここをぴったりじゃないとダメ？こんな感じやったっけ、ルート。覚えてない。なんかここさ、おじいちゃんとこ飛ばへんかった？あれ普通の道や。何も記憶ない。何の記憶もない。
ったから。イエーイ、またあれやお袋に入れました。メダルおじさんとこ行かなあかんやつ。待っとりゃあメダルおじさん。メダルチョコ持っていくで。じゃあ上の方から。ああ、行き止まりじゃないかい。なんか宝あったな、あれも欲しいな。はい、こっち。はい、行き止まりじゃない。ラッキー。ラッキー、これ絶対、正規、あ。とりあえず一番左まで行って何があるか見ていい？確かこの真ん中ら辺でやっと宝落ちなあかんかったよな。金の髪飾り、絶対可愛いやつ。お袋さん。お袋さんちょうだい。守備力上がる。でもこれどこにつけるやつ？とりあえず一回小さなメダルと交換して装備してみて、代わりに何を脱いだか。あ、毛皮のフード脱いだんか。それが銀の髪飾りね。ってことは毛皮のフードがもういらない。オッケー、よかったよかった。装飾品じゃなくてよかった。カブト扱いになるんや。へえ。で、これ、あ、なんもないね。オッケー。で、真ん中らへん。どの辺が真ん中らへん？ここらへんって敵出てくるん。出るしー。こんなとこで戦うん嫌やし。メタスラ3じゃないですか。1。もう、っていうか、しびれアゲハって何気に、あるやん。初見さんやん。この辺かな。落ち方面白い。これで、これでこの亀裂に入ってよかったんやったっけ。階段とかない。ええ、やばない。あ、こんな一気に出とったっけ。え、なにこのなんか、やめて、燃え盛る火炎とかすごいクソ邪魔こいつ。こいつクソ邪魔。怖い。さっきにさ、これどう考えてもとりあえずメタル、じゃこのなんちゃらドラゴン倒した方がよくない？ほらー、言わんごじゃない。え、はあ。思わずカットしようみたいな感じですごい無言になってもたけど、ちょ、メタ、もう あのドラゴン、そうか、そんな怖いんか。せっかくあっこまで行ったのに。じゃあちょっと全員さ、うわ、マジか、お金が。こんなタイミングで全滅する思わんかったわ。じゃあさ、とりあえず回復させてん。んで、あのロープのところらへんまで戻るわ。さすがにあくまでの道は覚えてるわ。はい、ということでカットいたし。あれ、なんかここ来てないけど、多分来れた。やったー。覚えと言うとるわに普通に間違えてきたし。これこっちあったっけ。あれ、こっち行き、あれで、こうやで、こうだわ。はーい。あれ、音たっけ？あー、で。これでピョン。ぐしゃ。で、亀裂に入ればいいよね。この真ん中らへんやんな。ぐしゃ。で、ここでよかったんやったっけ？はい。オッケーイ、サトリーのショーン。あ、こっち何？え？何このチラ見せゾーン。え、ちょっと。このフロアにお宝ない？あ、そう？これ貝が変わればあるみたいな、そういうことある？あ、か、が、アゲハ。イエーイ、オッケーイ。とりあえず降りて。
これでここら辺で使ったら、あ、やっぱじゃあ普通にフロアさっきのとは別扱いやから、わあ、このダンジョンでって言ってほしいわ。いえ、オッケー。まあ、じゃあ宝を探す旅に出ようかな。いいと思うで、宝物大好き。あ、間違えた。便利じゃね。これでもうこのフロアにはないってことなんやろ。お、じゃあ違う階層探せばいいやん。便利、超便利。イエーイ、オッケー。あ、やったー、光彦くんおめでとう。早くみんな20歳にならないかな。あ、あ、あ、お、イエーイ、ちょっと回復。あ、やったー、いいね、ラッシュやん、ラッシュ。めっちゃ今ヒッピー上がった、16ぐらい上がったで。やった、これまた続きある。アストロン、アストロン、使い道はあるのかな。まあ回復します。オッケー、じゃあ階段探しの旅に出よう。これかな、これさっき来たところだね。じゃあこっちかな。ん、ちょっとこれ使いつつ行きましょうが、行きましょうやないかい。あ、いないね。あ、ない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 。で、この階は、あ、ない。あ、じゃあもうないな。オッケー、りょう。じゃあ多分もう立ち去っていいはず。よーし。で、これで立ち去ったところでよー。神田田さん倒せるかしら。でも神田田とこ行かんとどうにもならんから、とりあえず行くだけ行ってみるか。イエーイ、オッケー。で、とりあえずとっとともう出てしまいたい、私は。オッケー。で、まあもう徒歩で戻ろう。ダーマまで行って回復して、いよいよザ・リベンジ。イエーイ、オッケー。平次がね、結構お金見つけてくれるもんね。ありがたす。あ、メタスーラ、メタスーラ、メタスーラ。メタスーラ倒せない。イエーイ、オッケー。お、なに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 、川の盾、いらねえ。いらない系アイテム。じゃあ、いざ行かんの前に、ダーマさんに、ダーマさんじゃないけど、この人にちょっと聞いとこう。1320ね、オッケー。ページもうちょいやん。1320、その前に、ガーターベルトに脱ぎ脱ぎしてん。あ、間違えた。こうなったら一回冒険の書から始めんとあかんからな。オッケー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 。よし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 。これ間違えて中断セーブから開始したら、パーになるからよかった。これミスるとマジ怖いからな。これが Wii の罠やわ。オッケー。もう、このあのゴリラさんとかは、よっちゃんよっちゃん。ということで、あー、左に早く行きたいなー。イエーイ。オッケー。さて、来たぞー。ここでフローミー、間違えた、鷹の目はいらない。あ、ついでやから、盗賊の花使って、6個割とあるね。で、フロアミ使えば、ここは人さらいの恥との地下1階のようだ。もう、人さらいってバッチリ分かっちゃってるんやね。オッケー、りょ。ちょっと、平時、回復させて。で、とりあえずもう神田さんのとこ、だいたい場所分かってるから、とっとと向かおう。なんか下の方やったよね。あれ、
これのなんか2つ目あれ2つ目ぐらいとかそんなんじゃなかったっけ。なんかあーよしよしよし、わかりやすーい。こっちあれこんなとこあったっけ。ああ取っていい、取るで先に。賢さの種、イエーイ。力の種、イエーイ。命の木の実、あ、木の実シリーズね。あ、これで4個やからさ、これで4個じゃん。じゃああと2個じゃん。そうなんじゃん。あれまた別、また別なんや。じゃあ上に6個、このフロアにあと3個あるってこと。すげえ。ここ神田とトークのとこやろ。なんだおめえ、ひょっとして俺たちの仲間になりたーい。昔ら今する留守なんで出直してきな。家にしたらどうなる。じゃあ通すわけない。あ、そんな早速バトルやったっけ。こっちにはムチがあるんだぜ。どんぐらい食らう。あ、割と食らう。怖い。ルカナン、あ、ルカナンやめてよ。威勢よく短歌を切った。前見たことあるからいいです。よーし、ペチ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 。ダメだーダメだー、誰も死ぬなーい。一旦切るわね。一旦切るは無理やもんね。またルカナン、やめてやめてよ。あわわあわ、三彦君を狙わないで。三彦君防御でよかったかな。あー誰も死なんな。あ、三彦君が当て、あ、死んだし。死んだし。これで回復して、これで叩いた。一応今回の、こっちのバトルは大丈夫じゃね。あ、ベホイミするんかー。やめてよ、うん、ベホイミとか。どう？で、真ん中。死なへん？死なへん。よし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 。これでとりあえず、一応バトルに勝てはするのでは？これで、後ろが死んでくれて、オッケー。石を拾って、お手玉を始めた。あ、受け損ねた石が三つ行く。おい、どんだけ、どんだけでかい岩でお手玉してるねん。これで、会いたい。やったねー、いいえ、100。大、そんな大したことないやつなんや。とりあえず、この袋とか漁って、薬草薬草薬草、あいなもなーい。薬草薬草。すごろく剣、すごろく剣。こんなとこに助けた方がいい。助けてください。私ハブラトの町からさらわれたタニアです。なんかスイッチがあるんじゃなかったっけ。あの左のやつ、突き当たりの壁にこのレバーを開ける、レバー、このドアを開けるレバーがあるはずだ。そのどうかそのレバーを。レバー美味しいよな。レバニラとか好き。あ、リア充。バカずしろい。あ、クプタ、私たち帰れるのね。あ、行こう。捕まるぞ。ありがとう、勇者さん。ああ、捕まる。ちょっと道具整理します。よっしゃ、準備万端。と、キャン。ほら、だから言わんこっちゃない。捕まると言っただろうが、ふふふ、俺様が帰ってきてからには逃がしやしねえで。あれ、どこかでお会いしたことありません？絶対お会いしたことある。ここ袋になんか入っとんじゃん。しかし、しかしって何？しかしって。はい、しかし何も見つからなかった。じゃあちょっと一発戦っとく？ん、なんだこいつは。こんなやつをさらっと来た覚えは。はぁ、誰かと思えば、またうぬらか。つこいやつらめ、だが今度は負けはせんぞ。はい、ということで、かん、あれ二人だけやったっけ、古文って。とりあえずもうた、このパーティーは叩くしかないといえどもさ、なんかコナン君なんか覚えてへんかったっけ。コナン君が、ギラ、覚えてるから燃やしてみる。人間燃やしたらさ、誰でも熱いと思うやん。やけどすると思うやん。みんなもやけどしたことあるでしょ？痛いよねー。あー、サクッ、サクッ、サクッ。あー、真っ二つ。
お、見ました、光彦くんが働いたで。光彦くんがみんなさ、光彦くんのことさどう思っとったか知らんけどさ、痛い、絶対痛い。あ、まだいける。ギラいいんかな、普通に叩く方がいいかちょっと調べてみよう。意外とコナン君が裏で腕立て伏せしてムッキムキになっとる可能性だってなきにしもあらずやから。あ、やった、コモン倒れたやん。光彦君がそこそこに働いてくれる。痛い、よし、ちょっとアイちゃん一回回復しようで、回復しようで。で、この攻撃っていうかこのターンでさ、コブンがやっつけられる。よし、あとは肉体戦、肉体戦というか、なんていうん、あう、耐久戦。いらんな、もう全部叩こう。でもだって別に道具といってもさ、なんか魔法陣の杖持っとるけど関係ないやろ、こいつ魔法使わへんやろ、己の肉体こそが痛い武器やろ。あ、平次が大怪我した。平次くんが、わいなんか言うてへんな、俺のことは気にせんでいいで、俺のことは気にせんと。ドーン、あ、これ痛いやつ。なんで痛恨するの、なんで痛恨するん、痛いからやめてほしいんやけど。木の棒しちゃう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 、なんで愛ちゃんに痛恨すんの、こんなん勝てるわけないやないかーい、こんなんさ、何、光彦神田の目の前で指をくるくる回した。なんと光彦の目が回った。え、光彦くんが死んでもちょっと自分で草食べて、自分死にたくなかったら草食べな。あ、そういう時だけ食べる、そういう時だけ食べるんやから。で、多分コナンくんの時は食べさせてくれへんのやろ、そういうの意地悪やと思う。痛恨が全て痛かった。あー、さようなら光彦くん。まあ、とりあえずもうここ行くしかないから行こう。多分もうちょっとで平次がレベル上がるから頑張ろう。いえ、えい、上がるんちゃう、上がるんちゃう、ほーら上がった、だから言ったじゃないか。ということで、お、ヒッピー級、これ一回ちょっと回復する、その方がヒッピーも満タンになるし、いいことだらけなんで、まあみんなでもう一泊ぐらいしとこやないの。その間に神田側の二人殺してないといいんやけど、まあ、やずもやないかーい。と、およこいいんだよー。この辺の様子もね、この辺の様子ももうカットせずにお送りしていくで。みんな、今は夏やけど、みんなさんは夏休みですか、それとも社畜ですか、社畜の夏をお過ごしですか。いえ、ええ。いつの間にやらコナン君が一番先頭になってるんやけど、やっぱ守備力って愛ちゃんが一番高いよね。よし。作戦、並び替え。ほいほいほい、オッケー。神田田のな、痛恨がな、いつなんか痺れるかなんかしてくれへんかな。いえ、ええ。ちょっと今のうちにさ、なんか水、あ、こっちやった。睡眠薬にさ、なんか入れて、間違えた。ジュースに睡眠薬でも入れて。いえ、コナン名物クロロホルムで。さすがにな、仮これは生産ペロしてもたら、罪にちょっと問われてしまう恐れがありますのでね。そういうのは避けていかんとあかんよね。この真下でよかったよね。よかったよね。合ってるよね。合ってるね。これもう一回さっきのイベント見なあかん。タニアとグプタのラブラブイチャコラサッサシーン見なあかん。ああ、見なあかん。また閉じ込められてる。やっぱりまた助けに来てくれたんですね。一回まだ閉じ込められたんやな。オッケー。助けてください。知ってます。さっき助けに来ました。
よし。で、せめて同じ部屋に閉じ込めておけばいいのにさ、なんな、神田田さんも多分まだ無理やと思うで、多分まだ帰られへんかもしれへん、ごめんな。神田田さんもリア充が多分嫌いなんやと思うで、だからその辺察してあげた方がいいと思うよ、お二人さんも。さて、じゃあ満タンにでもしといて、で薬草が多分ちょっと減ってるからこの辺にちゃんと渡しといて、薬草ももうだいぶ少なくなってきたな。で使うまでもなかったけどな、この辺のやつ。そもそもこうやって今満タンにしとうけど、そもそも使うまでもなかった。まあ行こう。ここでちゃんとグプタと話しとこう。僕はどうなってもいいわ。ほんまに？ほんまに？じゃあちょっとおとりになっといてよ、私らは。しつこいやつはごめんな、ごめんな。第2戦目やな。一歩みーちゃんと引いてくれればないいんやけどな。